1627回始めます。9月26日火曜日に入ったところ、今午前1時ぐらいじゃないかな。福岡の私立中学校で暴行、鉄の鎖で縛られ殴られるっていうことでね、校長先生深く反省してるってことです。いやー、福岡県福岡 市内の私立中学校でバスケットボール部の男子生徒が上級生から鉄製の鎖で縛られ体を殴られるなど暴行を受けていたことが分かりましたということで、これはえぐいね。うん、鎖で縛られだから、鎖で縛られた上体を殴られるなどの暴行、これはちょっとやばいね、これはね。私立中学だから、まあ公立ならありそうな感じだけどね。私立中学によりますと、今月12日1年生の男子生徒がバスケ部の練習後、体育館の倉庫で上級生3人から、ひどいね、上級生3人が1年生の下級生1人を、ね、3対1で鉄製の鎖で縛り、体や顔を平手で殴ったり、タオルで叩いたりっていう、ね、暴行していた、暴行を受けたということです。男子生徒は全身にあざができるなどの怪我をして、翌日から学校を欠席していると。私立中学校の校長先生は、かなり精神的にダメージを受けていると、ね、その被害を受けた子はね、男子生徒は教育が行き届かず深く反省しているということを言ってます。現在バスケ部は活動休止、一方警察は男子生徒から被害届を受理し捜査を進めているということで、これはね、こんなのは本当にね、今ひどいね。 何がひどいって、本当に上級生3人がかりで1年生、まずこの3対1っていう卑劣さがね、そんでまあね、3対1ならね、別に縛らなくたって何でもできると思うんだけど、鎖で縛ってだからね、監禁ですよ、逮捕監禁した上で殴る蹴るね、あざができるぐらいだから、まあでも最近はこれあんまり聞かないけどね、私この団塊ジュニア世代、アラフィフのおっさんの私の中学時代とかあったね、こういうこと本当に、まだマシになってきたよね、いじめも。まあ、いじめもなんか内容が変わってきてね、最近はなんか、なんていうのかな、その殴ったり蹴ったりっていうのは少ないみたいだけどね、無視したりね、 SNS でね、仲間外れにしたりとかね、いびったりとかね、あと恥ずかしい動画撮ったり、写真撮ったりみたいなのあるみたいだけど、私がね、中学生の時こういうのはよくありましたよ。数人がかりで殴ったりね、運動のマット、体育で使うようなマット、体操するようなマットでくるんでみたりね、ありましたね、マット暴行士みたいなね、そういうのとか結構あった、私の周りでも。私はね、そこまでひどいいじめを受けたことないけど、ありましたよ、身の回りで。えぐかったね、本当に。女子生徒の前でパンツ引きずり下ろされたりね、本当にあった、そういう、なんか本当にいわゆるいじめらしいいじめみたいな、暴力、暴行みたいなの、結構あった。最近聞かなくなったんだけどね、これは最近聞いた中ではえぐいね。まあ何でもね、いじめの認知件数っていうのがね、どんどん過去最高を更新してると、で子どもたちの数は減ってるんだけども、いじめの認知件数は増えてるし、登校拒否児童もね、児童生徒の数過去最高っていうことで来てるみたいでね、本当にね、生きづらい、世の中になってきてるんじゃないかと思いますよ。これはね、ひとえに本当大人社会ね、このチャンネル見てもらえば分かるんですけど、大人社会でのいびりとかいじめとかね、いじりでもいいですよ、何でもいいですよ、言葉は。本当にね、これがね、後を絶たないからだと思いますよ、私。ね、よく最近出てくるのがね、消防の世界で、いじめとかいびりとかね、いっぱいあるけどね、まあ、ひどいね、いっぱいありますよ、パワハラとかモラハラとかね、いじめと言わなくても、そんなのがもう、蔓延してるから、大人社会の中で。
差別的なことだったりね、人権無視するようなことだったり、パワハラだったりモラハラだったり、そういうのが蔓延してるから、やっぱり子ども社会っていうのはね、あの分かるね、そういうのね、本当にね伝わっちゃうんですよ、子どもにまでね、こういうのって。はい、まあこれどっちが先か変えるのは、私はね大人社会が変わる方が先だと思いますよ。じゃないと子ども社会のいじめなんていうのは減らない、何度も言ってますけどと思います。はい、福岡の私立中学校で、ちょっとえぐいね、鎖で体を縛られて体を殴られるなどの暴行を受けた1年生が今ね学校に行けない状態になってますっていうね、これ問題になるでしょう、重大事案でしょ、これは明らかに。はい、私立中学だっつんだから、こんなの退学でいいんじゃないですか、私立中学生。まあ中学生だからね、そうそう簡単にはそう退学とかなんとかできないと思うんですけど、これは本当警察介入させた方がいいと思いますよ、こういうのは。親ももしかしたら知らないのかもしれないね、自分の子供がこんないじめやってるとかいじめ受けてるとかね。本当に警察、もう何でもかんでも警察言うつもりもないけど、こういった事案にはね、どん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 警察、犯罪だからこれは、介入していいと思います。はい、1627回終わりたいと思います。チャンネル登録、高評価お願いします。失礼します。